マリオメーカーでもお勉強かな。学生、学生涙目ですね。ギリギリ間に合うかな。あ、タイムアップしたぞ。マジで？急げ急げ。急げ急げ。あと3秒。さっきよりは早い。右押しパ。下押しパ。死にますけどこれ。さっきより遅くなってますよ。ドアとか入るからさ、狂うよね。あ、切れた。うわ、さっきと変わんねえの。うわぁ、もうちょいか。よし、入れなかったんだけど。どうですか？お願いします。もうそろそろちょっと、いいやって感じになってきたんだけど。あー、どうかな。結構早いと思うんだけどな。よーし、来たんじゃないの？よーし。微調整系だったわ。これ結構辛いね、これね。これ結構辛いわ。なんすか、なんすか？おう、待て待て、こいつ必要だから。イエーイ。めっちゃぐるんぐるんしてたね。脱出、ぺっちゃんされちゃうのはどっちかな。トゲゾーぺっちゃん。お、おー、おー、ゼロから始める異世界生活7日目、7つ目のスピランですね。参りましょう。1、そのままジャンプ、ジャンプ、こう、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、持って投げて、ペアカー、来いよー、集めて。走って大丈夫。おー、すげえ。芸術。ジャーンプ、ジャーンプ。いいねー。まだノーミス。素晴らしい。うわー、激しい。テレミキャッスル思い出すな。そっか。これは普通に言ってたか。行きましょう。テレメキャッスルジャンプ。上でいいんだ。右だ。危ねえ。今死にかけたぞ。どうなってる？こうか。これでドアに入ってスタートって下降りて？大丈夫。はい。はい。はい。オッケー。ドア。ゴールー。オッケー。あそこに孔明あったんだね。ちょっと焦った。普通に、そのまま黄色いキノコ乗れるじゃんって思ったけど、よかった、右飛んどいて。黒玉エスカレーター。お、そういうことか。なるほどなるほど。ケプコン、ケプコン。オッケー、気持ちいい。これこ
これはあれですね、8つ8匹の鍵を持ってる敵たちを倒して先に進んでくださいみたいな。ででーん、そうか、ノコノコをそこに落とすと鍵になるんだ。叩けば倒せますよね。なるほどね、羽持ちはこうぐるぐるできるんですね。知らなかった。あ、なるほど、かわいそうに、そんなかわいそうに。でも考えましたね、この発想はなかった。すげえ、ミサ、あ、持っちゃった。これはこういうことですよね、 P にきっと判定があるんで。あ、ちげえ、思ったのと違ったわ。あの、この P 自体をくるくる回ると思ったんで、踏んであげてなくして下に落とすっていう予定でした、俺の中では。うわぁ、これも結構かわいそうな、えぐいですね、これね。あ、お前落ちないのね。踏んで、一緒に落とすんだ。で、復活待ちですね。うわそんな、かわいそすぎる。なかなか悪辣なステージだこいつ持って、あ、そうか、ぶつけ合えれば倒せるな。そうだな、そうだそうだ、マリオの基本忘れちゃってましたね。これはこいつの中に乗れば勝ちゲーですね。この前こういうコースやったから知ってた。で、また中間、まだ続くんですね。バじゃあこうだね。 OK、 メモってゴー。最後はなんとバブルだったですねごく必死で珍獣 W を輸送せよ。珍獣ダブル、なんだダブルって。道ができた。緑の悪魔、危ね。この中身がきっと珍獣ダブルなんだろうね。でもヨッシーじゃないんだな。早速食らっちまったよ。大丈夫かこれ。あ、なかなかやらしい感じ。しまった中身はキノコだ。やった、取れた。ついでにこのメットも取れそう。やった、マリオワールドでこういうステージあったよね。あれはどっかの城だったな。あ、取れた。右下に落ちます。でも大丈夫。お、これはファイヤーを取れて、そのまま、ガリガリに当たって速攻取られるな、やっぱ。これは、ここで待機。こやつに乗りまして、乗り直しまして。あ、一旦ここは土管ですね。あ、そういえば中身確認したかった。中間。ファイヤーマリオ。なんかあるんですね。大丈夫。あはは、食らった。食らうの早いよ、俺。あはは、食らった。ボロボロかな？ひでえもんすね、ほんとね。これはちびっこ縛りという風なことにしてあげてください。
そっか、砲台を撃つのがクリボーってことなんだ。大丈夫。耐える、素晴らしい。食らわないようにすると急に途端にね喋れなくなるんだよね俺ね。喋り出すとこれですよ。食らう放題しっかり見極めて中間に。ファイヤー、やっぱりなんか出てこれるんだな。気をつけないと、赤放題だから早いですよ。何が来る？ただの赤キラー。あいつ出てこれねえのか。敵出てこれるもんだと。これは俺は一旦ここに降りてこっちに来て、ファイヤー、ファイヤー。こっちでいいのか。うん？お、オッケー、いけた。けど、え？あー、そっか、W はワンワンなのか。でもここ入れないっすよ。まさかこのワンワン。こういけと。そしたらこのトゲの意味とかもね、わかりますもんね。これで鍵取れる？お、取れた！そこにあったのか。なるほど。パンパンパラン、パンパンパランパン、パンパンパラン、うん。やったー、ゴールだ。お疲れ様でした。まさかの W11 か。そうか、全然想像もつかなかったな。はい、ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、また別の動画でお会いしましょう。アディオスアミーゴー。ウォーシップサーガー、どんなゲームだ。敵戦艦をうがて弾幕射撃、もう一丁。世界の覇権を握るのは俺だ。行くぜ、ぬるりと。